もっと大きな街を侵略しちゃおうっと。そしたらエリカも、もっと楽しめるでしょ。ここがエリカの新しいおもちゃになる町ね。すごく大きな町ってわけじゃなさそうだけど、高層ビルに港に大きな船にいろいろとあって、めちゃくちゃにしたらとっても楽しそう。なんだか想像しただけでゾクゾクしてきちゃった。この町もエリカがたっぷり蹂躙してあげるんだから、さあエリカの力を思い知りなさい。遠くに逃げても無駄よ。それやっと小人の軍隊がやってきたみたいね。でもエリカはすっごく強くて大きいんだから、いくら攻撃してきたって無駄よ。降伏するなら今のうちよ。エリカは優しいから、おとなしく従うなら許してあげる。エリカに舐められたものに、小人の軍隊が束になったところでエリカに勝てるわけないのに。まあいいわ、そんなにエリカと戦いたいのなら一匹残らずひねりつぶしてあげる。今さら泣いて謝ったって許してあげないんだから。エリカに逆らったらどうなるか覚悟することね。ほらほら、もっと頑張らないと街がなくなっちゃうわよ。
貫いてあげる。えい。そんな遅さじゃエリカにビームから逃げられないんだから、みんな消し積みにしてあげる。人の建物ってみんなゴミみたいな弱さね。所詮は小人の軍隊ね。ゴミみたいな弱さだわ。してあげる。ちょっと大きい建物もエリカにかかれば一瞬でゴミクズなんだからね。エリカが飛び跳ねるだけでみんなめちゃくちゃね。代わりにエリカが来てあげたわよ。
行き先は地獄だけどね。全滅しちゃったの？よくもこんな貧弱な戦力でエリカに歯向かおうとしたものね。これでエリカに逆らったらどうなるかよーく分かったでしょ。今はまだほんの遊び程度なの？これからエリカにもっとすごい力を見せてあげようかしら。せっかくだし、もうちょっとこのまま破壊を楽しもうかしら。まだ生き残っている小人たちはせいぜい頑張って逃げ回ることね。ビームを貫いてあげる。沈みにしてあげる。初級魔法の威力はどうかしら？そんな遅さじゃエリカのビームから逃げられないんだから。